私はロキ。すべてを終わらせる者。どうせ奴らはこのミズシ様に撃たれるのだ。アテナ、兄弟力を合わせよう。くだらぬ芝居はやめろ、ロキ。宴はすでに始まっている様子。こんな大変な時に飲んで騒ぐなど不謹慎です。心の緩みが規律を乱し敗北を生む。現に処分せねば。かくか、おなごと楽しく飲んどるっちゅうのは本当か。わしも混ぜてくれんか。どうぞ。しかし、いいのです。美しい奥方様もお呼びした方がいい。行こう。わざわざそんなこと言わんでも。さては、宴を独り占めするつもりじゃな。ちょっと煽っただけで我が輩の読み通り。鮮やかです。イナも隣にあって恥に働きをしなければ。バクカ殿はとにかく女性に好かれる。秀吉殿には諦めてもらわんとな。こんな腕の悪さじゃ秀吉様が天下一、そこだけは譲れんぞ。暴れるか。まあお嬢さん、よければ一緒に楽しまないか。ここは秀吉殿に任せて二人きりね。わしの目を盗んで女子を口説くとは。まったく油断も隙もない男よ。口説くだなんて、二人ともプラジです。リナが成敗いたします。わしが間違っとった。お前を口説くなら男前のいないところに帰る。待ってください。ちっとも反省してないじゃないですか。いろんな意味で楽しみ。さて、女性たちの元に戻って続きを楽しむ。ハクカ殿の遊び癖、あの程度の処分では治らぬか。砕け散れ。皆の規範たる姿勢崩してはならん。その背中を目標にする者が多くいるはずだ。今夜はブレイクだ。浴びるほど飲むぜ。いいんですか、長子さん。あんただけでいろいろ失敗してるでしょ、マジで。あ？てめえ、さあ俺はこれ式で言おうと思ってんのか。踊り続け。酒を置いただけで我が輩の思惑どおり。素晴らしき技の数々。厳しい鍛錬の賜物ですね。皆の規範たる姿勢崩してはならん。その背中を目標にする者が多くいるはずだ。ちょっとウギンさん、聞いてくださいよ。長飛さんに絡まれてマジ超迷惑。どうせ貴様何言ってやる。おめえが先に突っ込まってきたんだろうが。目に余る泥じゃ。敵に即刻止めねば。いろいろ冷めちまったじゃねえか。もう一遍飲みますか。まだ飲むんですか。もうお酒はダメです。気分悪くなってきた。マジ俺帰るわ。
酒に飲まれていくか。愚かすぎて言葉も出ない。鮮やかです。今も隣にあって恥に働きをしなければ。なん見事に負けちまうとはな。お待たせしました、我が君。あら、いやだ、とんだ人違いですわ。誰かと思えば、私もあの人と待ち合わせなの。邪魔者は帰ってくれる。それはこちらのセリフですわ。我が君とのひととき、誰にも邪魔はさせません。立ち合わせにしただけで我が輩の狙い通り。いくら魔王の妃といえど、あの気高き美しさの前には霞んでしまうな。聞き捨てならん。濃姫様の妖艶な魅力、なぜわからぬ。皆の規範たる姿勢、崩してはならぬ。その背中を目標にする者が多くいるはずだ。随分品のない格好ですこと。もう少し慎みを持たれたらいかが。耳障りな笛で男をたぶらかす人が品を語るのに。あなたはどう思うの。品があるのはどちらかしら。天下両成敗、それが今の答えです知らん。あの人のいない宴なんて物足りないわ。ここまでかき乱しておいて物足りぬと計り知れぬ見ましょうよ。踊り続けて。なぜ私がこんな目に遭わねばなりませんの。不愉快ですわ。いえ、あの、すみません。乱闘は収めた。無事に役目を果たせ。ですがこの状況、むしろ荒れ放題と思えるのは気のせいでしょうか。鮮やかです。今も隣にあって恥に働きをしなければ。お楽しみかな翔くん。荒れに荒れた宴、全て我が輩の筋書き通り。あとはのこのこやってきた信長を混乱に紛れて撃つだけである。力を示す。まさか全てはあの人が仕組んだことだと。許せません。ひさひる、望み通り招かれてやった。ウヌの宴に。これはこれは信
グレナ様って随分大声で、お一人でとお伝えしたはずですが、多勢の方が面白く、宴の余興はこれからぞ。バレちゃってたなら仕方ない。物どもかかれ、一騎信長撃て。神の力で支援を晴らすために、こんな大掛かりの策。しかも気づいてそれに乗り乱闘を起こすとは、両者とも見過ごすわけにはいかん。私たちも利用されていたんですね。そうとも知らず騒ぎを大きくしていたなんて。グラグナ稲殿、我らに課された役割は厳正なる処分を下すことだ。暴れるぞ。ヒソヒゲウヌが主攻強人用助け出しする。信長め、死闘に兵を割き軍旗を乱した、許されざること。軍旗などで信長様を縛れると、そうであればいっそ苦労はありません。踊り続けた。あなたの方針天下無双です。皆の規範たる姿勢崩してはならん。この背中を目標にする者が多くいるはずだ。俺が叶う相手じゃねえか。鮮やかです。今も隣にあって恥ぬ働きをしなければ。いや、どうにもならん。今は皆が力を合わせなければいけない時。なぜ乱すようなことをするのです。なぜならそれが悪党だから。わかるじゃん。なぜ貴様。わかんねえだろうな。お貴様。おい、我が自由で思ってくれるわ。こうなるのだ。姿勢崩してはならん。この背中を目標にする者が多くいるはずだ。戻って策の練り直しだ。策と知っていながらなぜ煽るようなことを。理由など知る必要はありません。信長様の命ならば乱はどこまでもお供します。さあ遊ぼうか。踊り続けた。終わらせ。俺の負けだ。鮮やかです。今も隣にあって恥ぬ働きをしなければ。ここは逃げるしかない。だが我が輩は諦めんぞ。あら、やられるなんて。神の力を示す。もはやこれまで。聞かせていただきます。一分の隙もないご活躍よ。己に厳しきその姿勢見習わねば。私の相手では不服かな。
一歩も動くな。砕け散れ。この信長を楽しませてみよ。乱を楽しむとは不謹慎だ。この右分足が厳罰に処する。さあ遊ぼうか。踊り続けた。良い宴であった。今度こそ騒ぎは収まったようですね。しかし我らにも騒動を大きくした一因がある。処罰を受けねばなるまい。そうですね。では誰かに厳罰を下してもらいましょう。すっかり遅くなっちまった。うまく進んでいるようだな。いいぞ。